第20章東洋医学的病理観の根本原理第1節病気は本来は存在しないそれは健康が足らないということである病気には明らかな外的な原因で起こるものもあります細菌ウイルス寄生虫毒物などが外部から侵入して起こる疾患は原因が明らかであり従って予防法も比較的明らかです しかし、がんをはじめとする慢性疾患は原因がはっきりしません。脳出血や心筋梗塞の原因となる高血圧、動脈硬化、糖尿病などは、がんと同様に、以前は成人病と呼ばれていましたが、最近では生活習慣病と呼ばれ、基本的な生活習慣の偏りが長い間積もり積もって、病気に結びつくと考えられるようになりました。 このような病気を内因性疾患と呼ぶこともあります内因性疾患の場合本来病気は存在しないと言えます言葉の遊びではないかと思われそうですがそうではありません内因性疾患の場合は病気という現象が存在するというより健康が足らないと言った方が正確です内因性疾患の原因は 東洋医学的に言えば基地の乱れであり西洋医学的に言えば甲状腺の失調による免疫力の低下なのですいずれも外から病気の原因が侵入したせいではなく自らが長い間の生活習慣の乱れの結果招いた疾患なのですがんをはじめとする生活習慣病の実態は例えてみれば 部屋の中に光が足らない暗闇の部分があるのに似ています。人体という部屋の中に健康という光が足らないのです。この時どうすればいいでしょうか。誰でも光を増せばよいと言うでしょう。暗闇の部分を切り取ったり、暗闇を桶で書き出そうとしていたら、誰でもそんなバカなことはやめろと言うでしょう。しかし、 西洋医学流のがん治療法は一生懸命に暗闇を切り取ったり部屋の隅の暗闇に毒ガスをまいて消毒したりしているのに似ています下手をすると暗闇がなくなると同時に部屋自体も壊れてしまうかもしれません光と暗闇とは決して対立した存在ではありません暗闇とは光が薄いだけなのです暗闇は 光を増やせば自然に消失すするものなのなです健康と病気の関係もこれに似ています。病気とは暗闇に光が足らないのと同様に体の中に健康が足らないということなのです。健康と病気とは対立したものではありません。健康は実在しますが病気は実在しないと言えます。病気とは健康が薄いだけなのですから 健康を増せば病気は自然に消失するしかありませんやたらに実体のない病気を攻撃するよりは健康を増進する方法を考え実行すれば病気は自然に消滅するでしょう日本の伝統宗教である神道には罪と汚れという考え方がありますこの罪とは人殺しとか泥棒とか悪口とかいうような 法律的ないし道徳的な罪とは意味が違います人間の素晴らしい本体を包んでしまうようなものを意味します包み無、みで罪であり神のごとくに素晴らしい姿を包み隠してしまうということなのです汚れは汚いものが付着しているという意味ではありません神からいただいた素晴らしい生命エネルギーすなわち気を枯らしてしまうものを意味します 聞かれと書いて穢れであり、体に生き生きした生命エネルギーが枯れている、すなわち不足している状態を言います。罪により穢れている状態が病気と考えられます。つまり、いろいろな生活習慣の誤りでバランスの崩れた不健康な体や心の状態に包まれてしまって、生命エネルギーである気が体の中に十分に届かず、 不足して枯れた状態が病気であると日本神道は説いているのですこのためお祓いで罪を払えば気が回復して汚れが癒されるというのですこの場合も病気である汚れは実在するものではなく単に気が枯れて不足している状態を表しているだけなのです